ゃん、今日は時間ある？あるよ、どうした？買い物行かない？隣町のショッピングモール。まあ、暇だしいいよ。やったー。おお、JK には今こういうのが流行ってるのか。お姉ちゃん、こっちこっち。はいはい。あー、懐かしいな、これまだ流行ってるんだ。時間の流れを感じるという若干年寄り臭いことを思いつつも、それなりに楽しく妹と買い物を楽しんでいた。さてと、スーパーも寄っていこうよ。ここ輸入菓子とか豊富らしいし。という妹の勧めで、モール内のスーパーへ。よーし、買い物するぞ。たくさん買うの？じゃあ私カート持ってくるわ。ありがとう。じゃあ先に見て回ってるね。一旦妹と別れてカートを取りに行き、カートを押しながらゆっくりと見て回った。品揃えいいな、ついつい買いたくなるな、こういうの。すると不意に通路のど真ん中でおしゃべりをしている店員2人がいた。邪魔だな、通れないじゃん。年齢20代に見える2人の男性店員は、何か面白い話をしているのか盛り上がっている様子。おそらく品出しに出てきているのだと思われるが、会話が弾んでいて作業をしている様子はなかった。ダメ、ちょっと怖そうだな。どうしよう、でも通りたいし。気づいてどいてくれる様子はなく、楽しそうに会話を続けている2人に意を決して、すみません、通していただけますか？と声をかけた。すると男性店員ははぁとため息をついた後、はいはい、お客様はお偉いさんですからね、おどきしますよ。そうそう、クレームでも入れられたら最悪だもんな。ヘラヘラしながらこう言ってきた店員2人、なんとも態度が悪いか、とりあえずどいてはくれたので、どうもと言って通り抜けようとしていたのだが、おっと、それだけ？俺ら会話切られて気分害したのわかる？すみませんでした、ごめんなさいとかはないの？邪魔しといては？わけがわからなかったので、思わずすっとんきょうな声が出てしまった私に対して、チッと舌打ちすると、わかんない、お姉さん大学生？もしかして高卒の俺らを見下してんの？なんでそうなるの？あんたたちが高卒とか知らないし。何やら勝手に怒り始めた店員2人。ちょっと、ゆう子どこ行ったの？お姉ちゃんピンチだよ。すると、このタイミングで店員に話しかけた人物がいた。すみませんが、トイレの場所をお聞きしてもいいですか？何？聞こえません。トイレはどちらにありますか？トイレ？多分あっち。多分って何？その時、なかなか来ない私を探していたらしい妹が合流した。もう姉ちゃん、ここにいたんだ。ってかどうしたの、この状況。お、JK じゃん、JK。 俺ギャル系好み。抜け駆け許さん、ちょ、可愛いじゃん。デートしないデート。急に妹をナンパし始めた男性店員。うるさいな、ばあさんに興味ねえんだよ。トイレ？看板出てんじゃん、自分で行けよ。ちょっと、さすがにひどいと私が声を上げようとした瞬間、先に行ったのは妹だった。ちょい待ち、接客態度悪くない？俺ら裏方専門なんだよ、だから接客態度とか知らないわけ。てかデートしない？この後。と言うと、妹の手をギュッと握ってきた店員を妹は抑え込んだ。何？私をデートに誘うとか100万年早い。てか、あんたたちみたいなクソ店員とか生まれ変わってもお断りだよ。妹は見た目はギャルで可愛いが、柔道有段者の猛者だ。そして自分が JK ということを活用する術も知っている。キャー、時間触らないで、怖い。大声で言うと、聞こえたらしい男性客や店員たちも駆けつけてきた。あとは任せて、おばあさんトイレに案内してあげてよ。わかった。すみません、ありがとうございます。いえいえ、こう広いと分かりにくいですもんね。おばあさんを案内し終わり、妹のところへ戻ると、店長らしきこわもての男性がさっきの男性店員2人と一緒に妹に謝っているところだった。ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。せっかく品揃えもいいし、また来たいなって思ってたけど、こんな店員さんがいるんじゃ考えもんですよね。なんだよ、俺らは何もしてないぞ。この女が突然。そんなこと言っていいんですか？録音してますよ。妹が取り出したスマホからは、さっきの店員のナンパをする声や態度の悪い応対が録音されていた。一瞬で顔色の悪くなる男性店員2人、劣化のごとくの表情になった店長。ひとしきり謝った後に、店長は2人をバックヤードへ引きずっていった。
さて、気を取り直して買い物しよっか。あんたすごいよ。お姉ちゃんももっとしっかりしないと。これからは女も強くないと。その後、あの時の店員たちは首にでもなったのだろうかと思っていたが、厳しそうな先輩に連れられて掃除のカートをついているのを見かけた。接客態度も最初からというところなのかもしれない。ただ単に首にするわけではなかったことに店長の懐の広さを感じて好感が持てた。基本からやり直せてよかったじゃんね。そうだね。彼らが自分たちに足りなかったものに気づければまだまだやり直せるだろう。頑張れ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。